宙だからできる、宇宙だからわかる、ドクター金井の宇宙ラボ。第1回はアミロイド実験。タンパク質が集まって繊維状の構造を取ったものがアミロイドです。通常タンパク質はある一定の形をしてそれによって働いているわけですけれども、何かの理由で形が崩れて、状態にあるタンパク質がたくさん集まって、伸びた紐あるいは繊維のような形で、規則正しく並んだものがアミロイドです。タンパク質が溶液の中で交互に積み重なって鎖のようにつながった構造がアミロイド繊維です。このアミロイド繊維が人間の体の中で形成されて蓄積されることがアルツハイマー病や糖尿病などの原因になっているのではないかと言われています。このアミロイド繊維を宇宙で作り出し詳しく調べる。でもなぜ宇宙でアミロイド繊維を作らなければいけないのでしょう。地上でできるアミロイドは実はちょっと完全な規則性があるわけではなくて一部乱れたところがあります。完全に規則正しい、形をしたアミロイドを作るということが大事で、それには宇宙の微小重力環境が優れているのではないかというふうに私たちは考えています。地上から約 400km 上空を周回する ISS 国際宇宙ステーション。その大きな特徴の一つに微小重力環境が挙げられます。希望ではこれまで微小重力環境を生かしてタンパク質の高品質な結晶を作る実験を行い高い成果を上げてきました。タンパク質の結晶ができていくとき重力がほとんどない希望では対流の少ない静かな液体の中で大きくて綺麗な結晶を作ることができるのです。一方地上だと重力の影響で対流が生まれ結晶はどうしても少し崩れてしまいます。同じタンパク質の構造体であるアミロイド繊維を作るときもこの微小重力環境は重要です。2017年12月26日実験が始まりました。今回用意された4つの実験サンプル、この中には濃度や性質が異なるアミロイド溶液が 0.2ml という少量に小分けされて多種類入っています。どういう時間のスケールでできてくるかというのはこれはやってみないと分かりませんので、まず最初のステージとしては時間の経過を追ってどういうタイミングで、アミロイドが出来上がってくるかという、いろいろなケースを想定した資料を用意しておくと。サンプルを細胞培養装置に取り付け一定の温度で培養します。培養にかける時間もそれぞれ6時間、1日、3日、9日と条件を変えて実施されました。金井宇宙飛行士は宇宙に旅立つ前に加藤教授の研究室を訪れ実験サンプル作成の現場を見学。若手研究者たちとも言葉を交わし研究者たちの思いもしっかりと受け取っていました。先生方からお預かりしたサンプルはこの細胞ラックの中で着々と成長を進めています。きちっと、時間通りにサンプルを、回収して地球に持って帰りたいと思います。今回の第1回目の実験サンプルはドラゴン補給船13号機のカプセルに積み込まれ ISS から放出、無事地球に戻ってきました。このサンプルはこの後詳細に解析、第2回目の実験に向けて条件を絞った実験サンプルの作成が始まります。若い研究者がこういう通常では得難い研究環境というものに触れて、そういうことによって日頃の発想の枠組みを超えた新たな研究の着想だとか研究のアイデアというものが出てくるっていう可能性を私も期待していて、そういうことは今後どん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 出てくるんじゃないかというふうに私は思っています。希望日本実験棟では日々
人類の未来につながる実験や観察が行われています。